皆さんこんにちは、こんばんは、くるくるクールです。今日もマリオメーカー早速やっていきたいと思います。今日は珍しくいいねランキング難しいから選んでいきたいと思います。いいねランキング世界難しい1位、パウとブラパのスピードラン10秒、ということでこちらのコースを最初遊んでいきたいと思います。クリア率約 8%、 8.5 ぐらいですね。世界の1位ですからね、とってもいいコースだと思いますよ。楽しみですね。パウとブラパっていうことなんで、まあブラパを避けながら進んでいくんでしょうけど、おーびっくりした、ここだけドッスンがやってくれるんだ。で、おーびっくりした。なんか奇跡的に一発クリアできちゃいました。 8%、 そうですよね、 8% だったら一発クリアできますよね。パウとブラパのスピードラン10秒、いくら YY さん、ダブル Y さん、クリアしました。ありがとうございます。すぐ終わっちゃいましたね。次のコースやっていきましょう。で続いて先ほどのコースがいいねランキング1位だったので、今度はその下にあるコースやってみましょうね。スーパーマリオブラザーズ3シンプルハードキャッスルということでね、シンプルで難しいお城ということで遊んでいきたいと思います。コータさんという方のコースでしょうか。やられた、初見殺しだ。これを最初後ろか前か、後ろ、あ、後ろでよかったみたい。はい、シンプルだけど難しいお城、前外国の方のコースでとても難しいで、そんなのやりましたよね。ほい、あ、なるほどね。あ、もうちょっと下がるの待たなきゃダメだったか、急ぎすぎた。これスタートが結構厄介ですね。でバブルに気をつけて、キノコを取りの、ここも割と下に行くのを待たないと辛い感じがしますね。はい、これでいいのかな、丸々を踏んで中間、あ、中間割と早いですね。中間がある分優しい。以前やったコースなかったんでね。これでいいのかな、あー、なるほどね、了解しました。あのちくわを踏んでいけと。はい、なんかある、なんもないのかよ。おし、危ねえ。こっちは、こっちは、こっちも何にもないで、はいはいはい、オッケー。はい、こいつら何も持ってないのか。できればパック倒したいな、邪魔だな。まあ一匹倒せれば割と楽になるかな。できれば反対側のも倒したかったけど、七光邪魔なんですよね。っていうか、校長倒さなきゃいけないんだからしょうがないけど。よし。あ、やばいやばいやばい。あ、そこにいてくれ、七光。動くなよ。絶対動くなよ。よーし、振りじゃないぞ、ゴール。今何が起きた？なんか扉から一瞬でこっちにワープしたように見えた。よーし。割と今回もサクッとクリアできましたね。シンプルハードキャッスル、コータさん、クリアしました。ありがとうございます。ベストタイム30秒切ってるって早いな。はい、お待たせいたしました。次はこちらのコース遊んでいきたいと思います。またいいねランキング難しいから、技能検定リフトパウヤ6級シンプルテクニックということで、ロカさんという方のコース、クリア率 8.4% ですね。リフトパウヤ。パウブロックをリフトかなんかで運べばいいのかな。これ落ちていいのかな。よいしょ。あー、なるほどね、これ面白そうだ。こうか。あー、はいはいはい、了解しました。とりあえず先の様子が見れるようになってるっぽいんで見ていきましょうか。なるほど、よくわかんねえ。とりあえず最初の1個をここで使うしかなさそう。ほい、あー、左行ったら次は上のやつ行きたいですね。これ投げて上上、はい、でどうする、
とりあえず下のこれをヒップドロップで叩いちゃおうか。で鍵を取ってこれをヒップドロップで叩く。オッケー、これでゴールかな。やったねー。もう一個、よし。いやー、これは発想が面白いですね。パズル的な感じでアクションもあって、なかなか見ない感じのコースで楽しかったですね。技能検定レフトパウヤ6級クリアしました。ありがとうございます。お待たせしました。次は最後、スピランやっていきたいと思います。みんなルンルン、みんなランラン、スピードラン、スピードラン2、みつみさんという方のコース、クリア率 4.6% 遊んでいきます。いいですね、これ。みんなルンルンともみんなランランとも読めて楽しくなるネーミングセンスです。はいはい、踏んでいって、ここはスピンジャンプからの、はい、走っていきましょう。ドッスーンを倒したら音符、やばいやばい。このね、一マスのドラッグパックンじゃなくて普通のパックンの間入っていくの意外と難しいんですよ。今度はね、スピンでクリボを踏んでいってみました。どうなるか、まああんま変わらないでしょうね。ここだ。今どうなったのかよく分かんなかったけど、赤扉に入っていきまして、右右右だと信じる、当たってた。で、ほいほい、これでいいのか。あ、クリボーさんこんにちは、さようなら、覚えてろよ。はい、こっちのクリボーでうさばらしをしていきましょう。このね、砲弾をポポポーンって登っていくの好きですね。あ、しまった。砲弾をポポポポーンと、ありがとう詐欺ですよ、ありがとう詐欺。よし、ドスンを倒してからの音符を使ってジャンプの、これが面白い。おー、いいタイミングだな。トゲメットを脱がされる。で、覚えてろよ、覚えてろよ、どこの子供め。よーし、なんでなんでぶつかるの。こういうの意外と難しいんですよ。やってみるとわかる。みんなやってくれ。オッケー、おい、なんか私はさっきからやられちゃってますけど、特に難しいところはないんでね、誰でもできるんじゃないでしょうか。ほい、上、よし、赤いコインがまだ取れてないのがあるんで、こういう時スピンジャンプ便利ですね。一マス抜きはね、1、2、3で、スピンジャンプからのパウを投げて下を、あ、すげえ、今の面白いゴール。ほほう、あれ、赤コインってどうなったんだ。まあいいか。よし、みんなルンルンスピードラン2クリアしました。ありがとうございます。みつみさんのコースでした。というわけで今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。また明日もよろしくお願いします。次回はあなたのコースに、あ、そうだそうだそうだ、最近YouTube のコメント欄とかでは特に募集してなかったんですけれど、皆さんのコースまだまだ募集してますのでね、どしどし送ってくださいね。というわけで次回はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それではまたお会いしましょう。明日も楽しい一日がきっとやってくる。